維新の会の概要演説会を始めさせていただきたいと思います。まずはですね、私この天王寺区選出の市会議員の金子恵美と申します。市政の報告少しだけさせていただきますね。今回の議会でですね、大きな議案が2つ通りました。大阪市内ですね、全域で禁煙、これを実現させるべく議案を通させてもらいました。当初ですね、皆さんご存知の通り、松井市長は本当に県民スポーカーなので、地域全域の禁煙ちょっとしんどいな言ってはったんです。ただでもね、私たち司会議員なんから、松井市長に県民スポーカーの市長がやることに意義があるんです、ぜひこれ実現させてください、お願いしましたら開発していただきました。そして地域全域で禁煙が実現いたします。あるタバコでですね、よく苦情をもらってたんです。神社のお子さんの目の前にタバコを持って歩く人たち、すごく危険だと、地域全域での禁煙実現してくださいと、せめて公園の中では吸わないようにと、そういった陳情をたくさんいただいてたんですけれども、実現させていただきました。そしてですね、あともう一つ大きな議案が通りました。熟大女性なんですけれども、橋本市長時代に実現しました、この熟大女性、中学生から、月1万円相当の熟大と言いますけれども、スポーツクラブとかそういった習い事を全てに利用できるものでございます。これを今はですね、やっぱり中学生塾に行きますけれども、中学生だけじゃなくて小学生でもやっぱりそういった習い事を始めている子がたくさんいます。その中でできない、行かせられない、そういった人たちがいないよということで、前倒しさせてもらうことになりました。もうすでに予算、補正予算つくことも決まりました。小学校5年生から大阪市内の小学校5年生からは塾代助成月1万円、これを実現することができました。この2つ、今回の議会では大きな議案を通させてもらったことになっております。ぜひともですね、この大阪市、私たち自身の会は子どもを産んで育ててもらう、しっかりと立派なお子さんを育ててもらう、そのために何ができるのか、行政でということを突き詰めてまいりました。どんどん今育てやすい街づくりできてきていると思います。ぜひともですね、そういった私たちの取り組みご理解いただきまして、今後ともご支援のほどいただきましたらと思います。それではですね、続きまして、それではいよいよですね、6月22日公示日になっております参議院選挙、その参議院選挙に候補予定者としてなっております浅田仁候補予定者、現職の参議院議員からご挨拶、そしてですね、我々大阪維新の会の幹事長横山秀幸幹事長からも皆様に一言ご挨拶させていただきますので、お聞きくださいませ。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ありがとうございます。大変お騒がせいたします。大阪維新の会幹事長をさせていただきます。今日淀川区から参りました大阪府議会議員の有田です。横山と申します。今日はですね、後ほど吉村博文大阪維新の会代表も参りまして、皆さんに今回の参議院選挙にかける我々の強い思いしっかりと伝えていきたい、このように思っておりますので、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。そして今回参議院選挙、日本維新の会大阪府総支部として浅田仁議員に公認決定しております。で、今日はちょっと間に合わなかったんですが、高木香織議員、この2人が大阪選挙区から公認決定しておりますので、どうぞ皆さん浅田仁
させていただいております。ご意見の時から本当にお世話になっております。法定協議会、国交省住民投票の法定協議会の会長や大阪府議会の議長、連携されてもらい、そして日本維新の会の政策、マニフェストを中心になって作っておられたのが、浅田仁です。そして今日参与していないんですが、高木香織議員、維新の会、ちょっとマッチョなイメージあるんですけど、高木香織議員はですね、すごくホットで、そしてダイバーシティや女性の活躍などについても、国会で今、しっかり主張をさせていただいております。この2人、維新のまさに野菜豆、どうか今回の参議院選挙、浅田仁と高木香織、公認決定いたしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。さて、今大阪では今回コロナ対応を全力で吉村博文一党に進めております。コロナ対応ですが、本当に皆さんに大変なご負担を強いております。維新がやっている政策も決して100点ではございません。むしろたくさんの課題もございます。しかしできるだけ皆さんの声を聞きながら、今のコロナ禍を乗り越え、そして2025年の万博を目指して大阪の成長をしっかりと描いていきたい、このように思っております。この場所でですね、何喋らせてもらおうかと、たくさん悩みました。昨日も実は住吉区でも喋ってたんですが、まず以前ね、ちょっと今 SNS、メディアでもちょっと賑わしております。なんか維新の会、中国と変なつながり、上海電力と変なつながり、あるんちゃうかというような記事も出ております。でこれね、もう満足、デマです、全くございません。でまず上海電力、これ知らん人もよくおると思うんですが、何の話だと言われますけどね、大阪の佐久島というところでソーラー事業をやっています。このソーラー事業に中国的な上海電力が入札した企業ではないですか、入札した企業を後ほど資本会計が変わりました。上海電力という企業が入っています。これがおかしいということで、当時の橋本市長や維新の会で何らかの流れあるんじゃないか、こんなメディアをちょっと賑やしています。これ全くございません。何のつながりもございませんし、僕は大阪市の幹事長をさせていただきまして、ね、幹事長だったら何か意見あるんちゃうかとちょっと心配してたんです。事務所に何か音が嫌いな人来たらどうしようかとか、お前心配してたんですけどね、何もありませんでした。びっくりするぐらい利権の何もございませんでしたね。だから安心してください。維新の会長、国政の国家や国政の団体とのつながり、これは全くございません。はい、僕は維新の幹事長として思います。全くありませんと、ご安心いただけたら。これまず冒頭言って、皆さんにどうしてもお伝えしたかったので伝えておきます。さて、維新の会たくさんの政策を取りまとめております。今政調会長は音喜多俊というのを中心にマニフェストを取りまとめておりました。この本館を作っていただいたのが浅田仁議員なんですが、今マニフェスト企業用のところにありますと、もう400近くマニフェストの項目を取りまとめております。今日ここで全てを披露することは叶いませんが、どうしてもお伝えしたいことがございます。今日ちょっと2つだけお伝えしたいと思っております。まず1つがいわゆる地方の自立、そしてもう1つが教育の無償化です。まず1つ地方の自立からちょっとだけご説明させてください。僕ら維新の会の大きな方向性、これ維新の会の大きな方向性、これが僕は自立と分配と思っています。この自立と分配、ちょっと緊急車両が通りますので音を下げます、すいません。途中で止まるかもしれませんが、すみません、続けさせていただきます。自立と分配、これを大きな方向性で打ち出しております。なんか維新の会ちょっと自立なんか言うからですね、なんか冷たいイメージございまして、弱者に冷たいんちゃうかと言われるんですが、僕らの力点はいつも社会の流れ、しんどい人、どうしても戦えない人、この人たちにしっかり行政サービスを届けていきたい、これをですね、団体を通じてじゃなくて一人一人の住民に届けていきたい、これが維新の会の大きなモットーです。そのためにはやっぱり財源がいるんですね。財源というのは無限にあるわけじゃないんです。
だからこそ経済の循環を生み出していかなければならない。じゃあ経済の循環を生み出すのは何かというと、いつもしっかりと回っていく経済を作り、このための人力、つまりしんどい人、戦えない人の力がいる人にしっかり届けていくためにも、この経済を回っていく、自立した経済を作っていくというのが維新の会の大きな方向性。この自立と分配という活動の中で、地方自治体の上にもこの自立と分配が必要に当てはまるんです。地方自治体の制度、これで、ね、難しくてですね、言ってもなかなかこう、なんかやっといてよと言われることもあるんですけど、でもこれ非常に重要です。ちょっとだけご説明させてください。今の地方自治体の上、放っておけば、地方に住む我々は、いわゆる真綿で首を絞められる。いつの間にか立ち行かなくなる。こんな制度設計になっているんです。どういうことか、ありがとうございます。どういうことか。今、この日本でお住まいの皆さん、行政サービスが届けられています。皆さんは、例えば道路、教育、そして医療、介護、さまざまな行政サービスを皆さんは受けられています。この提供している先は、国や地方公共団体です。日本国や大阪府や大阪市が皆さんに行政サービスを届けている。この割合なんですが、国が4、地方が6の行政サービス、大体です、約。このサービスを皆さんに届けています。つまり、日本国は行政サービス4つ、皆さんに地方公共団体は6つ届けている。これが割合。じゃあです、その財源となる税金はどうなっているか。皆さんが支払っている税金、地方と日本国、国に払われています。これ皆さん、いちいち、これは国への税金、これは地方への税金、などとは考えません。皆さんが払った先で分けていっている。この割合、国が6、地方が4、皆さんの税金を取っているんです。国が6、皆さんの税金を取って、地方は4しか取れないんです。おかしいですよね。さっき言った行政サービスは、地方が6届けている。国は4しか届けてない。じゃあなんで国が6の税金を取っていくのか。これが国が行っている地方交付税や国庫支出金という制度です。どういうことか。新興自治体があるんですね。地方の方で人口が減ってる。税収が全然ない。こんな自治体に上がってきた税収を分けていってるんです。で、この日本ではなかなか自治体というのは潰れません。借金を負っても潰れないんです。自治体はどれだけ改善しても、改革を行って税収を行っても、全然何もしなくても、国から入ってくるお金は一緒なんですね。改革すればするほど国から入ってくるお金は減る。ありがとうございます。若い皆さんのために。そして、ありがとう。気づけてない。宿題頑張って。逆に、何も改革しなくてもですよ。どんどん地方の借金増えても、国からお小遣いがやってくるんですね。だから何も変わりません。じゃあどうしますか。地方自治体改革なんかしませんよ。それは自民党モーデ、霞が関モーデしとくのが一番楽なんです。地方には改革をしようとするモチベーションがどんどんなくなってしまう。なぜか、改革しても一緒なんです。じゃあ政治的リスクを負いたくない政治家たちは改革なんかしません。結果的に今日本でどうなっているか。北海道から沖縄まで自民党大国です。なぜか、極めて巧妙に作られているこの地方分権制度。霞が関に一極集中しておけば、団体や地方公共団体や各種団体が霞が関や自民党に参っていれば、お金が降りてくる制度になっているんです。これが今の日本国の状況。だから、自民党政治が崩れないんです。実に巧妙な制度になっている。ここに、地方自治体、これからどんどん人口が減る、魅力的な行政サービスがどんどんなくなっていくんです。なぜか、さっき言ったようにやっても変わらないからなんです。降りてくるお金が一緒だから。だからこれから地方はどんどんしんどい時代になってくる。だから僕たちは自立と分配、自治体がしっかり自分たちで考えて魅力ある制度を提供していこうというのが私たちの提案です。日本維新の会のマニフェストには入っています。先ほど申し上げた税財源の偏在、国と地方に分かれている税財源、地方に6の財源をくれというのを僕たちは訴えている。そうすることで国に頼らない自治体を自治体運営をしている。これが日本維新の会の自立と分配、自治体運営の一つ。
皆さんにぜひ伝えたい大きな政策が一つ。今日のご紹介、昨日もちょっとアビコ筋でご説明させていただきました。教育の無償化は維新の会が検討当初から掲げている大きな柱の一つ。この国の教育、子どもたちにかかるお金を無償化したいというのが維新の会の大きな政策の一つ。教育の無償化にはさまざまな側面があります。教育の無償化で最も大きな側面、これはもちろん教育格差の是正です。平均年収が高い家庭ほど高い教育に当たれる、つまり豊かな家庭ほど豊かな学習環境における、逆に言うとしんどい家庭はしんどい学習環境にしか子どもがいられない、こんな社会は絶対に間違っています。子どもたちは家庭の環境によらず自分たちの行きたい学校にチャレンジして、自分たちのやりたいことにチャレンジする、こんな国家を作っていかないといけない。だから維新の会は教育無償化というのを掲げています。これでちょっと人気が出てきたからね、すぐ自民党がこれ取りましてね、教育の無償化なんか今国策のようにちょっとずつ進んでますけど、もともと我々が言い出した政策です。さっき言ったように国民一人一人に行政サービスを届けたい。維新の会は結果の平等ではなく機会の平等と言っています。チャレンジする機会は全ての子どもたちに平等に与えられるべき、こういう主張で教育の無償化を訴えている。教育格差の是正、これが教育無償化の大きな側面の一つ。そしてこの教育無償化のもう一つの側面が経済対策。これ昨日ちょっとご説明しました。消費性向が高いんですね、子育て世代しっかり消費してくれるんです。でもですよ、皆さん、子供一人大学まで行かせるのに2000万かかりますって言われたんですね。なかなか若い人ほんなら結婚しようと思わないんですね。僕は20代の頃、手取りが16万円でしたね。貯金が80万円になりました。手取り16万で貯金80万でですよ、子供一人に2000万かかるって言われたらやっぱりちょっと結婚ためらっちゃうわけですよ。でこれがもしこの国では子供たちに0歳から大学に行くまで1歳の教育費は国が負担しますという、もしこんな国家になったら、もしかしたらじゃあ結婚しようか、じゃあ子供を作ろうかという家庭が増えるかもしれない。そしてそうすることで若い世代がお金を使ってくれる、貯金するんじゃなく経済を回すためにお金を使ってくれる、こんな社会を作っていかないといけない。教育無償化の2つ目の側面は経済対策です。消費性向の高い子育て世代にしっかりとお金を使ってもらう、これが教育無償化の2つ目の柱。そして教育無償化の3番目の柱が少子高齢化対策。先ほど言ったようにもう一人子供を作ってもいいかな、思う家庭を増やしていくチャンスがあるかもしれない。これ何でもどんどんしないといけない。皆さん、この国の社会保障制度、よく言われます、社会保障制度が危ない言われてますが、今この国の社会保障制度、特に年金制度なんかは付加方式という方式で設計されています。これどういうことか、積立方式ではなく付加方式という制度設計、これどういうことかというと、ありがとうございます、マスク素敵ですね、ありがとうございます。これはね、今の労働世代、いわゆる若い世代が高齢世代を負担する制度設計になっています。これ付加方式というんですね。だから若い世代が働いて生まれた税金を高齢世代の方にお渡ししていくというのが、この付加方式の制度設計。この付加方式というのは人口増加時代に作られました。イケイケどんどんの時代に作られた。だからいいですね、人口増えていくから高齢者を支えることができる。でも今人口減少の時代です。極めて深刻です。どうなるか、2040年には 1.5 人の人が1人の高齢者を支えるという時代があります。昔は違ったんです、10人ぐらいで1人の高齢者を支えてたんですね。こう言われてもなかなかピンとこないんですが、大雑把に言うと、もし1人の高齢者が月20万円生活費が必要であれば、その税負担は若い世代が負担です。つまり昔は20万円の生活費を10人で1人2万円ずつ負担していたのです。やがて20万円の生活費を支えるために、例えば2人の若い人1人10万円ずつ負担しないといけないんです。こんな時代がもう目の前まで来てる。そんなバカだと思うかもしれませんが、これが今の社会保障制度の極めて深刻な状況なんです。今年1年間社会保障制度、国家予算で36兆円です。年間36兆円。ちなみに国家予算における教育の
社会保障に36兆円この国がかかっています。この制度設計をしっかり変えていかないと、これから先人口どんどん減っていく、無課方式のままでは皆さんのお子さん もちろん今を生きている皆さんもそうです、とんでもない負担になっていくんです。だけどこれは自民党ではできない、自民党ではこの改革は絶対できません。さっき言ったように北海道から沖縄までたくさんの人たちの、特にご高齢の皆さんの声だけを聞いている自民党にもこの改革は断つできません。日本維新の会は日本大学者のプランなど徹底した社会保障制度改革を訴えています。どうか皆さん一度目を通してください。今日これ話だと吉村代表喋る時間なくなるくらい僕喋ってしまうので、これはやめますけど、社会保障制度改革は喫緊の課題でも、喫緊の課題として少子高齢化にも対応していかないと、さっき言ったような負荷方式を続けられる以上、子どもたちが日々とどんどん負担が増えてしまうんです。少子高齢化対策、このためにも教育無償化、教育無償化の3本の柱、教育格差の是正、景気対策、そして少子高齢化対策、このためにも今我々は教育無償化にしっかりと踏み出していかなければ日本の未来はない、このように強く思っております。こういった改革をですね、約400項目にわたってマニフェストを今回参議院選挙にずらっと準備しております。今私、お伝えしたのは2つ、地方自治体の自立と教育無償化ですが、400を超える項目ありがとう、子どもたちのためにしっかり頑張ります。400を超える項目準備しています。しっかりこの国を支える選択肢となるべく日本維新の会戦いを進めてまいります。無責任に提案ばかりしているわけじゃなくてですね、大阪でも改革を進めてきました。大阪では皆さんの税金の負担を上げることなく教育の無償化も実現した、借金も返しています。今成長の波と税収とそして行政サービスの拡充で大阪はうまく回り出しました。大阪では我々府議会議員の報酬月額3割削減しました。徹底して改革を進めました。109人いた議員定数も79まで減らしています。さらに議員バッジで、議員バッジも金ピカの議員バッジすぐつけたがるでしょう。あれ腹立ちまして、金のビッグロードいるからね、もう木製にしまして、大阪では議員バッジで、その木製はね、あれだよ、これね、大阪の木で作りまして、大阪の木で作った木製バッジを大阪府議会には胸につけています。で、国ではね、俺一番腹立ったのが全議員バッジでした。国会議員やめてバッチくれるんです。なんか色違うらしい。これはね、もう議員が役割ではなく身分になってるんです。議員という身分がこの国では国会議員様になってる。これはおかしいだろうかぐらい信じない。あれだろ、あれだろ、我々の提案、今衆議院議員240人、参議院衆議院議員480人、地方議員どれくらいいるかご存知ですか。皆さん、この国に地方議員は3万人を超える地方議員がいます。3万人で、大体平均年収が例えば1000万円だとしたら、皆さんの税金から払われている政治家に対して、皆さんの税金から払われている報酬の金額約3000億円です、年間。これがこの国の政治家に払われていってる。でも国民がしんどい、コロナでしんどい、さらに人口が減っているこの時代に、政治家だけが議員定数も下げない、報酬も下げない、こんなバカバカしい政治を維新の会はしっかり問題提起していきます。だから維新の会は政治家の身を切る改革というのを訴えていくんです。国民目線にあるために、皆さんと共に進むために、維新の会はしっかりこの政治家の身を切る改革を進めてまいります。大阪でやった改革、ありがとうございます。今ちなみに日本全国で皆さんの税金から払われている公務員への人件費の総額、これね、25兆円なんです。年間25兆円の税金が皆さん、国地方を合わせて、ね、国の公務員に約5兆円、地方の公務員に20兆円払われています。この5兆円の国の方には行政職員や自衛官も含まれます。地方公共団体の報酬には教員や警察官も含まれます。総額25兆円の税金が毎年公務員の人件費で支払われています。大阪では何が起きたか。大阪では改革の結果、人件費約 10% 削減が実現。これは行政の法律で
改革を行い、結果的に大阪では大阪府元々9000億円あったで、年間9000億円の人件費は8000億円以下で下がりました。さて同じ改革を国でやったらどうなる。25兆円の人件費のうち 10% は 2.5 兆円。簡単に言わねばございません。でも大阪ではやったんです。 2.5 兆円の財源がもし生まれたら、子どもたちは幼稚園から大学まで無料で行ける財源がかなり手に入る。大阪でやった改革をやるだけで国では十分な財源が手に入る可能性がある。だから維新の改革、大阪の改革、ぜひ日本でも進めていきたいと強い思いです。僕たちは大阪生まれ大阪育ちの政党です。僕たちには支持支援団体もありません。皆さん、住民の皆さんお一人お一人の力がなくして維新の会は前に進むことができない。だからどうぞ今回の参議院選挙、皆さんお一人お一人の力で今一度この維新の会に大きく成長のチャンスを与えてほしい。必ず皆さんのお声を聞いて、自民党ではない、特定の団体、既得権ではない、一人一人の皆さんのお声を聞いて、日本全体の改革を皆さんと共に成し遂げてまいります。今回の参議院選挙、浅田仁志、そして赤木香織、維新の会をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。赤木香織、頑張ってくる。僕も双子なんですけども、はい、子育て大変なんですけどね、しっかり頑張っていきましょう。皆さんありがとうございます。演説はですね、我々大阪維新の会幹事長の横山秀幸からお伝えさせていただきました。ぜひともですね、皆様この幹事長の思い受け取っていただいたならば、今回の参議院選挙でも我々維新の会、日本維新の会を応援していただきたいと思います。それではですね、公認候補者浅田仁志、公認候補者候補よ浅田仁志公認候補予定者からの熱い訴え、ただいまよりお聞きいただきますようよろしくお願いを申し上げます。では皆さん、こんにちは。多数の方お集まりいただきまして、また足を止めていただきまして本当にありがとうございます。今横山大阪維新の会幹事長の方からいろいろお話がありました。でこの後、吉村知事がやってくる予定でございます。で私にとりましては、この横山幹事長の大阪維新の会の代表である吉村博文さんも、まあ打ち上がった言い方ですけれども、私が育ての親みたいな、もうやっと思ってます。申しますのも、13年前にこの大阪で大阪維新の会を立ち上げました。松井さんとか橋本さんと一緒に大阪維新の会を立ち上げた。でその時に、公募、議員さんね、大阪維新の会の公認の議員を立てたいと、私たちの志を同じ影響する人たちが集まってくださいという呼びかけて集まってくれた一人が、横山幹事長であり、吉村代表であります。だから大田子に教えられっていう言葉がありますけれども、もう今や、松井さんにしても私にしても、まあ、第一世代のものはこの横山さんとか吉村さんに支えていただいていると言っても過言ではありません。でもね、やっぱり子供が大きくなってきて親に口答えする、あるいは意見する、これは職人さんの一方ね、嬉しいもんです。ここまで育ったか、大きいか、もう背もね、僕より高いですし、やっぱ背はもともと高かったんですよ。吉村さんも私より大きいです。だからこういう10年以上かかりましたけれども、皆さん方のご支援でここまで本当に大きくしていただいて、私にとっては感謝感謝感謝の言葉以外何者もございません。横山さんの方からお話がありました。私たちは大きな企業や団体の支援を受け取るため、大きな労働組合の支援を受けてない、もう皆の中のご支援が全てでございます。ここにお集まりは皆さんはじめ私たちを支えていただいて、
そして13年間、支え続けていただいて、今や地方議員は大阪だけで250人、で国会議員は衆参合わせて56人を要する、まあ、一つの勢力にまで育てていただいたと思っております。ひとえに皆様方のおかげでございます。本当に横山がここまで大きくなったのも、吉田がここまで大きくなったのも、皆様方のおかげでございます。ありがとうございます。お前はやがて豪華になるやからちょっとお前の宣伝もしろと大雑魚に諭されております、この13年前ですね、大阪維新の会立ち上げた時、この大阪の状況というのは、はい、ちょっとね、ご苦労様です。パトカーも買えないと言ったら言い過ぎかもしれませんけど、本当にも使えるお金がない。で、将来の借金返済に、積み立てているお金、そういうところにまで手を出してしまっていた、本当に倒産寸前の会社でした。東京と並んで大阪っていうのは豊かな都市のはずです。で、全国大阪以外の方々、そういう印象を持っておられると思います。ところが年間1家庭当たりの所得ですね、これを比べると東京と100万円ぐらいの差がついていた。で、これは何でだろうと思って、いや大阪はもっと豊かにすることができる、皆様方の暮らしをもっと豊かなものにできないのはどこかに問題があるはずだと思って立ち上げたのが大阪維新の会です。で、私たちは改革が必要であると、一番最初大阪維新の会立ち上げて、一番最初の選挙をやらせていただいた時、変えるとあかん、変わらなあかんっていうのを、もう超ドローカルな表現ですけれども、変えるとあかん、変わらなあかん、申し上げたいのは、とにかく物の話を変えたいと、変えるためにはまず自らが変わる必要があるでしょうと言って始めたのが日を切る改革です。支援報酬3割カット、横山さんの給料は全国で一番安いで、インセンス3割カット、これ109人を88、21人減らしました。そしてこの間の議会ではその88人をさらに79人に減らした。もう減らせるところまで減らしたという感じです。こういうのを見ていると、国会において参議院の6名増やしてるんです。とんでもない逆行です。これは自民党、公明党、与党というより自民党の自己都合、立教の格差を守るためには、この小さな選挙区、ここはもうゼロになってしまう。それがなんとか1県民代表として参議院を送りたい、気持ちは分かります。気持ちは分かるけれど、小さいところに合わせると議員の数ってどんどん増えてしまうんです。だからこういうことをやってはダメで、反対し続けてますが、これは6増えてしまいました。で、これを減らす法案を出しておりますけれども、自民党、公明党、他の野党も全然やる気がありません。だから国において私たちが大阪で示したことの覚悟っていうのはないんです。覚悟がないから霞ヶ関の役人も、まあ、議員を甘く見ている。あなた方はそこまで徹底して改革する意思はないんでしょう。そういう見方をされてしまうと改革は全然前へ進みません。だから私たちはこの大阪でやった改革をまず全国に広げて、そして国会でも改革をやっていく必要がある、ということで、これまでやってまいりました。ところが去年の衆議院選挙で、衆議院の方11人から41人に増やしていただいた。で、ここでかなり発言力が増したと思っております。6年前に、私高木さんともども国会を送っていただきました。で、私は当時まだこの維新の会のところに着いた松本徹さん、松井千代さんに、言われて、お前は政調会長だと。だからもう大
大阪に帰っているという資料を国会図書館に持って一日一本法律を作れと言われました。一日一本法律を作るその中身は維新が考えていると、例えばさっき横浜幹事長の方からお話ありましたけども、教育の無償化、それを実現するため、まあ、私たちは憲法改正項目を挙げておりますけれども、それに先駆けて法律で無償化というのを訴えるはずです。でそういう公約に掲げている、項目、これを法案化するための、まあ、法律ですよね。それを作れと言われて、今の文書通信交通滞在日というのは話題になっております。で1日働いただけで、あるいは1日も働いていないのに、100万円の現金が支払われた。でこれ維新の国会議員、代議士が、まあ、告発というか、表に出して、話題になっているわけです。私たち国会議員には毎月100万円、現金が支給されます。で何に使ったのか、使途公開の必要がありません。でもちろん領収書を提出する必要もないし、お金が余ったから返納する、そういう義務もない。何にもルールのないお金が毎月100万円配られている。これはおかしいでしょうと。少なくとも税金の中から100万円支給されているわけですから、何に使いました、領収書はこれです、お金が余りました、これだけ返納します。民間としたら当たり前のことを国会は全然やってないんです。だからこういう改革をまずやる必要があるということで、6年前から言い続けてます。しかし自民党も公明党も他の野党も、まあ、いいように使っている人たちです。その人たちは自分たちがこの100万円を何に使っているのか明らかにしたくない。だから表向きは法案の成立必要だと言ってますけれども、この6月15日までに成立するかどうか分かりません。私たちは絶対これを実現させたいと思っております。6月15日までにどうなるか、これ注目していただきたいと思います。で6年前に同じこと言っていても今回ほど大きな問題にならなかったのは、やっぱり私たちの数が少なかったからです。11人しかいない。それを41人にしていただいた、41人にしていただいたおかげで私たちには質問の時間が増えた。予算委員会、それまで30分くらいしか時間なかったです。それが1時間半くらいになった。でその中で維新の考え方、こういう改革が必要でしょうという提案、そういう部分をさせていただくことによって、大阪維新の会、日本維新の会というのはどういう政党であるという認識が大阪以外のところでもかなり広まってきたんだと思ってます。だから120本30本法案出しますけれども、今回の参議院選挙で私たちの数を増やしていただけたならば、この大阪選挙において、私は高木俊、高木香里2人出ます。その他にも比例でかなりの方が出られますが、この維新の参議院の数を衆議院並みに増やしていただけたならば、今まで提案していた法案、これは問題があったらそれを是正するための法案です。安倍さんの桜を見る会、もうみんな野党をギャーギャー文句言いました。でも再発を防止するためにはこういう法案が必要でしょうっていう法案はどこも出しません。出したのは維新の会だけです。これ政治的に指定を乗っていただいたら責任を問われるのは会計責任者になってるんです。だからそれはおかしいでしょうと。会計責任者でなしに政治団体の主催者、すなわち政治家にこそ責任を求めるような法案にする必要があるでしょうということで出しました。しかし他の政党は無視してます。こういう法案だって参議院の数を増やしていただいたら議論の訴状に上げざるを得なくなると私たちは信じてます。だから今回の参議院選挙、どうか浅田仁志、高木香里、そして比例で出ている皆さん、こういう方々をできるだけ多く当選させていただきたい。そしてこの大阪での改革を全国に広げていきたい。そうすることが
これから先ほど横山町長の方から非常に詳しい説明がありました。簡単に言うと人口が減っていくんです。2050年にこの日本の人口が1億を割り込みます。2000万人と減る。近畿地方の人口が全部なくなったと同じようになる。少子高齢化が進んでいきます。だから税収は減るけれど住民サービスは今現状維持あるいは豊かにしていく必要があるんです。今までの仕組みが通じないのは明らかです。だから今こそ大阪で維新がやった改革を有効全国展開をしてこの日本を持続可能な社会に変えていきましょう。それを問いたいんです。大阪の皆さんはよくご存知です。私たちが橋本知事の時、初代代表の時に本当に身を切る改革から始めて年間1200億円の収支改善をやりました。むちゃくちゃな改革です。さっき警察の方言いましたけれども、警察官の給料 10% 以上カットする。これは懲罰的と言われてます。なんか悪いことしてね、減給10分の1とかそういうのはあります。そうでなしに警察官の給料 10% カット、こんなありえない話ですけれど、警察の方も議員首長そこまでやる。橋本さんは退職金ゼロにしました。報酬4割カットした。私たちも3割カットした。そして議員定数も削減した。ここまで議会が議員が首長が腹を決めて改革に臨んでいるならば、それに協力しないわけにはいかないだろうということで、警察官の方あるいは教職員の皆さん、この方々も給与カットに合意していただきました。そこで10年続けて赤字だったのが黒字に変わったんです。そして黒字、3年の黒字にして何に使ったのかというと、私立高校の授業料の無償化です。この時点で私立高校の授業料の無償化、これを始めたのは、大阪だけで、今もやっているのは大阪と東京だけです。他のところは全然やっておりません。加えて吉村さんが市長になって教育の無償化を進めましょうということで、5歳児、4歳児、3歳児教育の無償化を範囲を広げていきました。そして今年大阪に大阪公立大学という大学が誕生した。大阪立大学、大阪市立大学が統合して全国で一番大きな公立大学が誕生した。でここへ通う府民の皆さん、もちろん所得制限はありますけれども授業料を無償化しています。この大阪において全国47都道府県に先駆けて教育の完全無償化、これを大阪で実現しているんです。皆さんここっていいと思います。皆さんが維新と共に通ってくださった改革のアプリをしてくださった、その成果の一つが教育の完全無償化です。これを全国に広げていきたい。それが今回の参議院選挙で問われていることであります。もう一人の育ての息子がやってまいりました。大きくなったで、やがて私たち松井さんも辞めるとかね、大宮切ってますけども、なんとか顔の向こうへ泳いでいかないように引っ張り戻そうと、私は個人的にさまざまな努力を続けておりますけども、私たち第一世代とするならば、この第二世代、第三世代、吉村知事、そして横山館長、ここまで育ってきていて、いているっていうか、もう私たちを引っ張るぐらいにまで、大きくなってます。だからこの後はこの方々に引っ張っていっていただきたいんですけれど、今までのノウハウとか、継続性というのがありますんで、もうちょっと残れと言われておりますんで、私の持ってるノウハウというか、考え方ね、全部この2人に連絡するまではもうちょっと議員をやってる必要があるということで、この4月に立候補の予定と配慮になっております。
をさせていただきます。で、教育の無償化実現しました。で、今度公約でね、もう一個目玉にしたいのは出産費用の無償化です。で、今まで出産一時金というお金が支払われてます。一時金支払われても出産費用が上がっていったら結局個人の負担は増えるわけです。あるわけです。だからこれを残したい。で、出産費用を無償にするために保険適用にするとかね、方法はいろいろ考えます、ありますけれども、若い方々を応援するために、そしてこの少子化、高齢化、これをなんとか乗り切っていくために、皆さんが安心して子供を産んで育てて、そして就職先がある、大学まで行って就職先がある、そういう大阪を作っていきたいと思っております。出産無償化、これをなんとか実現していきたい。若い方々を応援していく、これも先ほど岡本さんの方からご説明がありましたけれども、若い人を誤解しないでくださいね。年金保険料とか毎月納めていただいてます。で、これはどこかにプールされてやがて自分のところに戻ってくるわけではないんです。皆さんが納められた年金保険料、これはそっくりその年に高齢者の年金として支払われてます。だから財布は空っぽ。だから若い人たちを応援するために、可処分所得を増やすために、教育の無償化とか中学校給食の無償化とか、こういうことをやってるんです。若い方々、消費性向が高い、横山さんから話ありました。使えるお金を増やして消費に回していただいて、経済を良くして税収を増やして、その税収がまた郵便サービスに還元される、これが大阪維新、日本維新の会のやり方です。松井さん、水道料金基本料を無償にすると言いました。これはこういう行革の努力をやって財政移動が積まれたからできる政策です。こういう日頃の努力、目を切る努力、改革をやって、それを皆様方に何とか還元させていきたい、こういう仲間を取り込んでいく、これがこの7月の参議院選挙の意味だと思っております。まだまだ一歩元気になれる、30年間全然成長しませんけども、成長する経済を作ることができます。これはまた吉村さんのお話があろうかと思います。皆さん方、この大阪で成し遂げた改革、僕らは本当に維新をやったとは思ってません。皆様方と一緒にやったこの大阪の改革ですよ。大阪が起こっている大阪の改革、それを全国に広げていって、そして持続可能で元気な大阪、元気な日本を皆さんと共に作ってまいりましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。皆さんありがとうございます。ただいまのお二人は、6月22日公示、そして7月10日に投開票の参議院選挙の候補予定者、浅田均候補予定者からの皆様への熱いお伝えでございました。ありがとうございました。それではですね、皆さん、いよいよお待ちかね、吉村大阪維新の会副代表から皆様へ熱いお伝えさせていただきますので、もうしばらくお聞きくださいませ。よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。こんにちは。吉村です。ありがとうございます。ちょっと皆さんとは距離があるので、マスクを外してもらいたいなと思います。大丈夫ですかね。本当に皆さん、いつもありがとうございます。もう小さい子も吉村さん来てくれてね、ありがとうね。本当に大体ね、お母さんありがとう。大体もうこの6時半ぐらいになったら、もう普通だったらね、買い物をして、そして晩ご飯の準備しようか、みんなでちょっとご飯食べて帰ろうかという時間帯に、これだけ多くの皆さんお集まりもいただきまして、本当にありがとうございます。皆さんの支えでなんとかできてますんでね、本当にまず皆さんに感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。そんな絵だと言ってるんですけど、皆さんの支えがないと何もできませんから、こうやって皆さんに支えてもらえる限りは、とにかく前に進んでやっていこうということは必ずやっていきたいと思います。大阪は力があるんです。大阪は今なかなかしんどいことも多い、下向くニュースも多いですが、やっぱり大阪成長
せたいなと思います。大阪ここにあり、いよいよ大阪の街づくり、ぜひこれやっていきたい。大阪市長、そして今知事をやってます、アトラス先輩からはなんか生まれたての第二世代とか言うんですけど、僕はもう市長知事8年近くやってますからね。8年近くで、あの皆さん、ちょっと前昨日のニュース見てちょっと嬉しいなと思ったんですが、っていうことがありました。あの難波、ここ今上本町ですから、ちょっと西に2キロぐらい行ったところ難波ありますけども、難波の駅前、あそこ今までどうでした？駅降りてきてもう車が溜まってるだけ、車の通り道でした。もう第一等地です。で、僕はあの川島の田舎出身なんですね。だからあの南海電車で通ってましてね、で南海電車であの難波で出たらなんかもう車が止まってる、あの景色が変わらなかったんです。だからこれなんとか変えたいなと思って、大阪市長になってもうここは車のだがりはもうやめよう、人が集う空間にしよう、広場にしようっていうのを始めました。で、これが今松井さんもやってくれて、いよいよ2025年万博の前にはあそこが人が集う空間になります。大きくなりますよ、あの難波の駅前、南の玄関口、玄関口、上本町の皆さん頑張ってくださいね。難波もっと元気出てきますよ、あそこ人がどんどん集う空間になりますから、そういうのやってきました。2025年をターゲットイヤーとして僕は今いろんな計画を立ててます。あのツイッターでもブツ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 文句言いながらね、2025年ターゲットイヤーターゲットイヤーって言ってるんです。もうあのバカの人そばみたいに。でもやっぱり大阪を成長させたい前、目の前ちっこいお子さんいらっしゃいますけど、まあ生まれてよかったな、大阪の街素晴らしいな、そういう街にしていきたいんです。で、そのためにもやはり政治家がぬるま湯使ったらダメ、そして街を成長させる、2025年の前にはあの難波は大きくまた様変わりをします。そしてちょっと北に行ったあの梅田のエリア、どうでしたか？ちょっと前まで、まあ、なんか茶色い地面があって何してか分かんなかったあの梅北のエリアですが、あれは2024年あそこの都心のど真ん中に大きな本物の緑の公園が出来上がります。そう、セントラルパーク、ニューヨークのセントラルパークですよ。すいません、ちょっと言い過ぎました。ニューヨークのセントラルパークは無理です。あそこまで広くはありませんが、あそこまで広くないですが、でもあの梅田の西日本のど真ん中の拠点にドカーンと大きな都心の公園、産業や技術が生まれるそういった都心のど真ん中に大きな広場のある公園が出来上がります。まあ梅田のエリアも随分変わりますよ。2025年の前です。ターゲットイヤーは2025年ですから、万博の年2024年には梅田も大きく変わってきます。で、これまで大変だったんですも、偉そうなことも言いながら大阪の街元気がありませんでした。10年前15年ぐらい前、維新の会が生まれる前です。維新の会が生まれる前どうだったかというと、思い出してみてください。今ちょっと公園の話しましたから、ちょっと公園についてで話しますけども、ここから南にちょっと下っていったら天王寺公園ありますね。自転車でも行けます。どうでしたか天王寺公園？もうね、若い人がなんかもう若い女性がもう入りにくい公園です。夜なんか近づきにくいような公園でした。それが天王寺公園だったんです。でも今はどうですか？天芝、そう、芝生になりました。広場ですよ。いろんな親子3世代が集うようなそんな空間にもなってます。でもこれは一筋縄でできたわけじゃありません。大阪城公園もそうだったんです。夜になると暗い公園でした。なかなか入りにくい公園だった。でも今は多くの親子の世代で賑わうような公園になってる。おしゃれなカフェなんかもできてます。だから僕もたまに行くんです、大阪城公園ランニングで。最近行ってませんけど、そしたらおしゃれなねカフェもできてて、クロワッサン売ってるんですよ大阪城公園で。お、クロワッサン売ってましたか大阪城公園？しょぼい売店でしたよ昔。なんであのしょぼい売店だったかというと、簡単なんです。天下り先だったんです。役所が運営してました。6000万円の金をかけて皆さんの税金で公園を運営してたんです。それでそのありさまです。クロワッサン一つ売ってないですから、例え話ですけど。でも今はおしゃれな空間になってます。逆になんでそうなったかというと、もう民間で運営してもらおう、所有はもちろん役所が運営持ちますが、民間の力を活用してそして運営してもらおう。結果どうなったかというと、
今は昔は6000万の税金使ってましたが、今逆に1億円以上もらってるんです。役所がもらってるんです。このお金を使って医療、教育、福祉、あるいはもっと公園をきれいにするできるじゃないですか。増税しなくてもできるんですよ。改革をやればできる。南に下った天王寺公園、今芝生が広がりました。なんかおかしな歩道橋もあります。全部取っ払いました。だって美術館もあって動物園もあるんだから、芝生でつなぎました。ハルカスという、ハルカスというてか、まあ、ハルカス知ってますけどね、あの近鉄のハルカスが運営してくれてます。ハルカスができたからきれいにしようよ、玄関口でしょ。だからあの人はハルカスでやってくれてるんです。近鉄が税金で投入してるわけじゃないんです。いや本当ね、近鉄見つけそれ本当金田さんありがとう。でもこのスキームを作るのも大変だったんです。だってじゃあ役所の人間ちょっと仕事減るんじゃないの、そういう抵抗もありました。でもそういうのを全部取っ払って、大阪の公園地域もどんどん良くなっていってる。増税しなくてもできることはたくさんあるんです。それをやってきました。そのためにでも10年前15年前ひどかったんです。大阪も借金は多かった。そして借金を返すための貯金、これには穴、大穴開けてたんです。維新の会が生まれるまで大阪府の財政は10年以上ずっと赤字でした。赤字、そこで橋本さんが入ってきて、こんな破産会社にかというところから始まって、それ以降橋本さん、松井さん、そして僕の時代までずっと黒字です。ありがとうございます。でもね、それやるために僕らは自分たちの改革を、身を切る改革をやりました。やってる、今もやってるんです。市長、知事の報酬は4割カット、そして退職金あったんです。いくらだと思います？4年で4000万円ゼロです。4年間で4000万円も見つかりますありがとうございます。拍手で回ってますけどね、ありがとうございます。拍手で回ってるけど、でも4000万円目の前にこうぶら下げると欲しくなりますよ。4000万円ですからね。4000万円でも皆さんの税金なんです。支払い者は皆さんなんです。民間で活躍してお金を稼ぐならそれでいいでしょう。でも税金なんです。だからおかしいからやめました。なしです。でもその代わりだってさっき横山さんもちょっと言ったけど、今振り返り街木でできてますからね。ウッドですよ、ウッド。そんな議会あります？全国探してみんな聞き方偉そうにつけて、なんかの無理性や例えば偉そうに通ってるでしょ、国会議員。でもね、うち振り返りは木の場所からぶつかったら割れてなくなっちゃいますよ。ごめんなさい、一言だけ言うとこと、実は大阪ってあの木材が有名なんですね。あの僕も川内からの出身ですけども、あの川内の木材ってあのいろんな木材があって、それを活性化しようという意味もあって、まあ、記事してるんですが、まあ、ただあの徹底的に自分たちの改革をするということをやって、横山さんは報酬を3割削減ですよ。今給料一番少ない振り返り議員が大阪じゃないですか。でね、47都府県で退職金も入れて一番給料少ないのは大阪です。拍手はもういいです。あんまり大きい声で言うのやめとけます。でもこれは何言いたいかっていうと、当たり前なんです。儲けようとするんだったら民間でやってくれ。だから腹立つのがあの自民党の細田議長、偉いからあんまり名前言いたくないですけど、細田議長、自民党の名前が言うとね怒られちゃうか言わないけど、細田議長、上場企業の社長と比べて国会議員は給料が少ないでしょって、バカ言ってんじゃないの。じゃああんた上場企業の社長やったらいいじゃないの。あんた税金でやってんだから何のために政治がやってんのということです。今なんか、ね、セクハラがどうのこうの言われてますけど、僕あっちもあちゃらただと、それがまかり通ってるのが今の国会なんです。でも維新の会はそれはやめました。そしてまず自分たちのことを徹底的にやって、改革をして財源を生み出して、さっきのあの公園とかだけの話じゃないですよ、徹底的に赤字だったのを黒字に変えてきたんです。借金も大穴開いてました。返すための貯金5200億円穴が開いてたんですか。5200億ですよ。誰がこれ負担するんですか。次の世代の子供たちです。なんでそんな大穴見てんの。借金を返すための貯金に穴を開けてたんです。こんなのやったらどうします、怒られます皆さん。
自分の住宅ローンを返す、お父ちゃんとお母ちゃんが住宅ローンを返すためにお母ちゃんが一生懸命貯金してた、それをお父ちゃんが勝手に使ってる、こんなのお母ちゃんにめちゃくちゃ怒られます。でもそれを大阪府政でやってたんです。なんとその金額5200億円当時大穴開いてます。当時の知事さん名前はもう言いません。腹立つから。太田さん太田参議院議員です。東京まで声届かないから。太田参議院議員です。自民党で危険よくやってます。高級もらってね、腹立つでしょうかね。でもその穴は橋本さんの時代、松井さんの時代、そして今僕の時代で、あと2年で5200億円の大穴が完全に埋まるところまで財政を再建させます。これはね、本当に早く打ち勝ってこの会、医師の会やってきて、そしてそれだけじゃなくて次の世代に投資するっていうのをやったんです。自分たちのことをやり、改革で財源を生み出し、次の世代に投資をする、これやりました。やっぱり大阪に生まれてよかったな、そう思ってもらいたいんです。子供たちにも自分も大阪に育ててもらったんですから。これで親の経済的な事情とかいろんな家庭の事情もあるかもしれないけど、自分の可能性を追求する、追求できる社会にしていきたいです。子供たちが親の空気、いろんな経済事情の空気を感じることがあるかもしれませんが、それで夢を諦めるような社会にはしたくないんです。政治がなんとか力を持って大阪で生まれた子供たちが挑戦できる、僕はそれをやりたい、そう思って改革をし財源を生み出してきました。さっきちょっとありましたけども、今大阪では私立高校は実質無償化行けるようになってます。そしたらね、前の衆議院の時嬉しいことありました。あのお母さんが寄ってきてくれたんです。知事ちょっと一言言いたいの。何ですか。そのお母さんこう言ってくれました。私シングルマザーなんだけど、子供3人の、でもその子供のうちの1人が私学に行くことができました。生活しんどいんだけど私学大阪無償だから私学に行くことができたんです。ありがとう。その一言だけ言いたくてここに来たんですって言ってくれたんです。まあ嬉しくてしょうがなかったですね。これが僕は本当に政治家の料理好きな本当に思いました。あのなんか100万円じゃ上場企業より給料が少ないな、これじゃないんです。こう言ってもらえたことが本当に嬉しかったです。普段アホボケかと言われてますが、でもそう言われると本当に嬉しいな、またやろう、そういう思いにもなります。僕は市長になって幼児教育の無償化をやったんです。5歳児の小さなお子さん育てるのお金かかる、だから5歳児の幼児教育、4歳児、3歳児の幼児教育の無償化をやりました。増税してませんよ、借金は減らしてます。改革で財源を生み出してやったんです。その後国が乗っかってきて今幼児教育実質無償というところまで来てます。僕は知事になって大学の無償化っていうのを、公立大学の無償化をやりました。だから大阪の公立大学、今私大と大が一つになりましたね。あの大学は大阪の子どもたちが無償で行けるようにしてるんです。全部は無理かもしれないけど公立大学は無償で行けるようにしました。自分の可能性追求できるように頑張ったら無償で行けるんです。そこまでやったんです。全国でもできるじゃないですか、こんな大阪のちっぽけなエリアでできてるんだから。なんで国会議員あんだけ力持ってるのにやってくれないんですか。なんで100万円以上少ないですに、実は100万円以上ですからね。なんでそんな発想なのかな、腹立ってしょうがないです。でもこれが今の政治の現実、これを変えていきたいんです。今回今日ですかね、あの発表しましたね、維新の会が公約発表しましたね。あの出産費の無償化、他の市長の時にあの、検診、あの妊婦検診 のクーポンをどんどん増やしていったんです。橋本さんの時やって、僕は市長の時に増やしていきました。でもやっぱお金かかるから出産費の無償化ぐらいこんなのできますよ、やんなきゃ。おかしくないですか、それすらできないんですか。国会議員はあんだけ権力の予算を持って、僕が46年前子供の数は200万人、それがいくらだと思います、今80万人です。半分以上減ってるんです。子供を産み育てたいと思える環境にするのはもう当たり前のことで、それをやらないと若い人が活躍できる、そういった大阪、そういった日本をぜひ作っていきたいです。でこれは借金増やすだけじゃない、僕ら大阪では借金逆に減らしてますから。平松さんの時は5兆円あった借金、大阪市破綻寸前だったんです。大阪府だけじゃなかった。どんな運営してるんですかね、大阪のこれまでの行政。5兆円の借金でこのまま
けば大阪市は破綻するっていうのを大阪市自身が発表してたんです。これは事実です。その後橋本さんが入って僕が市長になりました。今松井さんです。5兆円あった借金どん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 減らしていって今は3兆4兆円1兆6兆円減らしました。でも住民サービスは増やしてますよ。なんで国できないんですか。例えば給食、中学校の給食すらなかったんです大阪。そんなのあります。この大都市で、ね、今ちょっと大きくなられたことがあるんです。中学校給食なかったと思います。昔なかったでしょう。言ってくれてますが、でも今は中学校給食橋本さんの時にやりました。ただ橋本さんの時になってるのは冷たいあのデリバリーの給食だったから、あの僕が市長になってちょっと市長あの冷たいねん子供から言われました。なんで冷たいの、我慢できへんの。それはね、あ、我慢させた、ごめんね。ほんでね、なんでそうなるかっていうと、やっぱり小学校まであったかい給食だから中学に行っちゃうとそれで慣れちゃってるんで、あ、冷たいのはちょっと嫌だな、わかります。だから僕は市長の時に全部変えて温かい中学校給食やりました。改革で財源を出してやったんです。それでね、なんと今どうなってるかっていうと、松井さん小中学校給食大阪を無償にしてるんです。すごいですよ。これは今皆さん借金減らしてますからね、増税してません。改革でやってるんです。全国で一番給料少ない知事、全国で一番給料少ない区議会議員、もう言うのやめときます。でもそれで改革を生み出して、改革でそれでやったんです。給食の無償、今物価が高くなってきて大変だね。その時に中学校の給食、小中学校の給食無償です。で僕はあの支援学校の給食費、区立学校管轄ですから無償にしていきます。そしてあの水道代、水道代もこれ物価が高い中で、松井さん8、9、10夏場水使うでしょっていうのを水道料金無償っていうのを打ち出して、これ実際に実現します。大阪基本料金無償になります。まあこういうのも改革で財源を生み出して大阪を立て直したので、ここまでなんとかすることができました。でこれをぜひ、まあ、全国でやらせてもらいたいです。で国会議員ちょっと腹くくって改革してもらいたいと思います。でこれは必ずできます。だって大阪でできてるんですから、国でできないわけありません。100兆円の予算作ってるんでしょ。できます。圧倒的に今自民党が強いです。自民党が強い、もう新聞見てもそうです。ほとんど自民党もう圧勝みたいな感じですね。あの支持率でもすごいですね。さすが自民党です。でも皆さん、日本に一つぐらい改革制度があってもいいと思うんです。一つぐらい、あれですと大きく丸とやっていただきます。まあそれで丸でやってもらってるじゃん、もう一生懸命頑張ります。一つぐらい改革制度があっていいと思うんです。自民党をピリッとさせる、そういった政策集団が必要です。それをやるのが僕は日本維新の会の仕事だと思ってます。それをやってくれるのが浅田先輩です。皆さん浅田先輩、時々何言ってるか分からないですけど、浅田先輩は政策の、維新の政策の、まあ、政調会長をやって、今若いメンバーに政調会長をやらせてますけども、まあ、政策を作るプロ中のプロが浅田先輩です。僕が市議会議員に一番最初になった時に改革するための役所の条例を作りました。役所の職員に作らせたら改革条例なんかできないから自分たちで作ろう、前代未聞でしたけどやりました。それを先頭切ってやって、僕も入りましたが浅田先輩がそれをやって改革が始まっていったんです。この改革する浅田さんはそう、ぜひ皆さんね、あのちょっと話しながら笑いが出てきましたけど、浅田さんを押し上げて、あ、浅田さんに、まあ、一緒に僕も頑張っていきたい、そういうふうに思います。もう一人、高木さん、浅田さん、高木さんが候補予定者です。大阪は4人の選挙区ですから、まあ、めちゃめちゃ厳しいあの選挙になります。でもその中で僕自身も浅田先輩と一緒に頑張っていきたいと思います。ぜひ皆さん、あの参議院選挙1ヶ月後、今月末から始まりますけども、改革する政党ぜひ日本に一つぐらい使わせてください。皆さんの支えをどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。またこれからあの大阪の改革とか成長する地づくりをやっていきたいと思いますので、2025年とターゲットイヤーですと、万博はめちゃくちゃ面白いものにしてきますから楽しみにしてください。万博まで皆さんちょっと長生きしてくださいね。あとちょっと3年万博もものすごい未来が見れるような面白いものにしていきますので、ワクワクするようなものを作っていきます。成長する大阪、成長する日本を作っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。
これにて終了させていただきます。ありがとうございます。